サンマケルアンモーは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、メーヌイコール・エイコール・ロワール圏のかつて存在した、コミューン。モージュ地方にあるアンジューのコミューン。サンタンドレ・ドラ・マルシュの北に位置し、県道63号線、県道91号線、県道147号線が通る。古くはスペチュ文、または、スピバン、イスパイ文と記された。これは、 湿地や人を寄せ付けない環境を参照して広大な静寂を意味している。マケールとは2世紀にこの地方にキリスト教を伝道したという修道士の中から来ている。2014年自治体関連合に加盟するコミューンすべてが合併する計画が浮上した。2015年7月2日。 自治体関連合に加盟するコミューンの全議会において、コミューンヌーベル、セーブルモワンを2015年12月15日に発足させることを可決した。正式に発表されたのは2015年10月5日の県条例においてである。ソースイコール1999年まで、LDH、イヘス、カジニー、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。